第64回 NHK 紅白歌合戦は2013年12月31日に放送された通算64回目の NHK 紅白歌合戦である。日付はいずれも2013年。大友義秀作曲のアーバン BGM 地元スカが流れる中、プロジェクションマッピングにより生きているように映し出された NHK ホールの外観を背景にした。 両組司会の綾瀬遥、か嵐によるオープニングトークに続いて、アマちゃん、スペシャルビッグバンドによる64回だよ。紅白歌合戦の生演奏からスタート。天野秋がドラを鳴らし開会を宣言した。五代夏子は、夫の杉良太郎と20回目にして、初共演。AKB メンバーをバックに、着物姿でしっとり歌い上げ、審査員席の杉が、今日は、 特に良かったですと呪ける場面も見られた。五代の歌唱後、岩手県北三陸市からの生中継として、アマちゃんメンバーによる寸劇を披露。スナックなしやすでの忘年会に集う北三陸の面々と NHK ホールの天野秋とのやりとりを展開した。藤あ子のステージには同郷の断蜜が登場した。オイラン姿で得意の日本舞踊をテレビ初披露した。 サカナクションは、歌唱前に NHK サッカー中継のテーマ曲、青よ BGM に、サッカーの VTR が流れる紹介があった。天童よしみの歌唱前に、ステージ脇の通路で熊本とフナッシーが、乱闘状態になった。リンクとホライゾンは、合唱団64人、ダンサー12人ら100人超の楽団を引き連れての、パフォーマンス。アニメ、 進撃の巨人の映像も紹介され、和田アキコが作中の和田アキコにの巨人に苦笑する場面もあった。また、歌詞中に出てくる主人公イエーガーに合わせてファンや NHK 紅白歌合戦の公式ツイッターがイエーガーと一斉にツイート、これが17万ツイートを超え、同日のツイート数で1位となる現象が生じた。水木奈々と TM レボリューションは二曲のメドレーの 感想部分で装着替えを披露した。プリザーブドローゼズでは白を基調とした衣装、革命デュアリズムでは赤を基調とした衣装で歌唱した。坂本冬美の歌唱の際には、鼓動と共に、テレビ朝日系列、関ジャニの仕分けの太鼓の達人仕分けで圧倒した、大倉忠義も、話題鼓演奏に参加した。前半終了前の特別企画、花は咲くの、歌唱前。 曲紹介をしていた綾瀬が涙を流してしまい、言葉を詰まらせる場面があった。その後、中間審査の間に鉄拳がフリップを用いた漫談、こんな紅白は嫌だ。お披露する予定になっていたが、時間の都合でネタが全編カットになってしまい、そのままニュースに繋がった。後半冒頭での登場となったエグザイルは、本ステージをもってヒロがパフォーマーを引退。本当に、 たくさんの人たちに支えられて幸せです。来年はさらに進化させたエグザイルをお見せしたいと挨拶した。桃色クローバー Z は田中雅宏がメンバーを意識した5色のグローブを手にして曲紹介。金閣寺をイメージした金色の衣装でメドレーを披露した。愛子の曲紹介時、綾瀬が曲名を間違える場面があった。なお、愛子は、 本校博直後に生出演した TBS 系列 CDTV スペシャル年越しプレミアライブ2013-2014で綾瀬のこのミスをネタにした。t o k の曲紹介時第45回に初出場した当時の映像が紹介され国分大地はこの時の流瀬を見ると今の流瀬はゴリラになりましたねとコメントした。あまちゃん特別編の本編ステージが どのタイミングで挿入されるかは事前に明らかにされていなかったが、和田明子とドリームズカムトゥル True の間で披露された。ドリームズカムトゥル True は、岩手、宮城の4高校の音楽部、合唱部のコーラスをバックにステージを披露、東日本大震災から5ヶ月後の2011年8月19日に、陸前高田市で行った無料ライブ時の、絶対また来るね、という約束を果たすステージとなった。 キャリーパミュパミュは、に、ジャリ・バンバンの歌唱後、衣装の中から、黒人男性が現れる仕掛けがあった。AKB48 は後半での登場となり、18歳以上のメンバー総勢110人が、世界各国の110種の衣装を身にまとってパフォーマンス。恋する、フォーチュンクッキー歌唱後、ヘビーローテーションとの曲間に、大島優子が、AKB48 からの卒業を発表した。 この卒業発表は、大島から秋元康プロデューサーを通じて事前に NHK 側に許諾を得た上での発表だったといい、AKB メンバーには誰にも知らせていなかったという。なお、今回紅白内でサプライズ的に卒業発表を行ったことに関しては、賛否両論の意見が見られる。泉谷茂は感想で手拍子をする観客に対し、手拍子してんじゃねえ。とどくき、 曲の終盤では、今日で全てが終わる。今日で全てが変わる。自分だけの今日に迎え、と視聴者へのエールを送った。白組司会の嵐の曲紹介は、綾瀬と滝川クリステルが言った。紅白の勝負を超えた存在として、究極の大鳥の名目で史上初の50回出場を、花道に出場優待を宣言した北島三郎は、祭りを歌い、花道を飾った。 北島は曲中で子供、ありがとうございましたと頭を下げ、五木博士にマイクを向け一説彼に歌唱させる場面もあった。歌唱後、他の出場歌手らと次々と握手を交わし、挨拶を求められ、ありがとうございましたと、また頭を下げて、歌の仲間たちがこんなに熱く応援していただき、北島はこれで紅白を卒業させてもらいます。ありがとうございました。 と感謝の言葉を並べた。今回も例年通り審査中にダイジェストが流されたが、この演出は今回で一旦終了となった。なお、第66回以降では、この演出が再び行われている。北島は最後まで感謝の言葉を交わし、ホタルの光大合唱終了後、もう一度カメラの前で、ありがとうございましたの挨拶で本紅白を締めた。常述の通り、 アザブ大学野鳥研究部による会場審査員の得点集計を11年ぶりに復活。加えてボールによる最終判定を第57回以来7年ぶりに復活させゲスト審査員の票に重きを置く形となった。審査方法は中間審査でデジタル TP 携帯ワンセグスマートフォンによる各視聴者審査員の総得票数で優勢と判断された方に1点。 加えて、最終審査で、会場審査員と、各視聴者審査員の総得票数で優勢と判断された方に、各1点、ゲスト審査員、各自2点の合計13点が割り当てられた。結果白組が優勝し、対戦成績も白組35勝、赤組29勝となった。嵐の5人を代表して、リーダーの大野が、杉良太郎から優勝旗を授与された。 歌詞名の太字は、初出場もしくは帰り咲き。先行に際して、歌がここにあるというテーマのもと、大晦日の夜、視聴者と同じ瞬間に歌で、喜びや感動を共有したいとの意図を重視し、この年の活躍や、世論の支持を加味して先行したとしている。選出初出場は9組。このか初出場組では、民謡界から転身し、南部せしぐれが、 大ヒットした福田公平、エグザイルの妹分であるイ、e、ーガ r l s ジャニーズ事務所からは、セクシーゾーン、アルバムリリースや全国ツアーを重ねて知名度を上げた、ミワが選出されている。帰り咲き組では、松田聖子に加え、この年下期の連続テレビ小説、ごちそうさんの主題歌、雨のち晴れるやと、NHK 全国学校音楽コンクールの中学校の部の課題曲、 とも旅立ちの時を担当しているゆず40周年記念アルバムが大ヒットし、ソロでは29年ぶりの最長ブランク体出場となる高橋真理子、水木奈々とのコラボレーションシングルをリリースした TM レボリューションスケジュール等の都合で2年連続で辞退していたが3年ぶりの出場となるドリームズカムトゥルーが選ばれている。また、 過去3回白組から出場していた AAA が赤組から出場。同一のグループ及びメンバーの組み替え出場はこれが初となる。エンターテインメント番組部長の古谷太郎はパワーのあるグループ。最近は赤組は劣勢なのでパワーアップを目指し赤組で出場していただくことになったと説明した。トリプル a のメンバーは12月29日の リハーサル時にインタビューを受けた際、組み替え、赤組遺跡について、女性メンバーの宇野美沙子は、毎年出させてもらえるかでドキドキしてるので、参加させてもらうだけで十分。でも、びっくりしました。トリプル a だけでしかできない、経験、女性が周りにいるので心強いと語ったが、直後男性メンバーの西島隆弘から、大好きな木村さんに会えなくなるね。敵同士になるとからかわれた。 一方、同じく男性メンバーの値たい郎は、赤組での出場に、アクセル全開ですと意気込んだ。以後、トリプル a は、紅白両組入れ替え出場を繰り返すこととなる。不選出前回の出場歌手の中より、不選出となったのは、計13組。因は、先行時点で、すでに解散、または活動を休止していた、歌手、グループ。北島三郎は、 史上初の50回出場を達成、そしてこれを機に紅白優待宣言をした。50回目自身の記事という節目であることや年々減少する紅白の演歌枠など演歌界の危機的な状況を受け、自ら引くことで世代交代を進めたいとの意向もあるとされた。北島本人は50回目の出場を区切りに一本の線を引きたいとし、その理由について、 先輩がいつまでも壁になっているのも良くない。歩いてきた道を譲るのも先輩の役目かもしれないと語るとともに多くの人の支えがあって50回もやってこられた。心からありがとうと伝えたいとファンへの感謝を述べた。今回を最後に北島は紅白出演を一旦退いたが、この後も NHK は毎年北島に出演の打診を続け NHK に 北島の紅白復帰を望む声も多く寄せられた。そしてその後、第69回で特別枠、第71回でスペシャルゲストとして再出演している。和田明子と石川さゆりは赤組歌手として36回目の出場となり、赤組歌手の最多出場記録となった。t o はグループで史上初の20年連続出場を達成。万78歳の三輪明宏は、 藤山一郎の持つ最年長出場記録に並んだ。森慎一は週刊新潮によると、先行時には到落戦場で最後の最後で滑り込む形で出場が決定したという。和田の歌唱曲について、当初、あの鐘を鳴らすのはあなたと予想するメディアもあった。番組側はこの年亡くなった島倉千代子への追悼として、島倉の葬儀で弔辞を読んだ。 石川さんゆりに、島倉の持ち歌である、東京だよ、母さんや、人生いろいろの歌唱を要請していたが、石川が、島倉さんとは、親しいですが、宮古晴美さんや五木博ひろしさんなど、自分よりも仲の良かった、先輩歌手がいるのに、そんなでしゃばった真似はできないと、その打診を断ったとされる。本紅白内で AKB48 からの卒業を、発表した。 大島優子は実際翌年6月にグループを卒業するも第66回における同グループのステージにサプライズ出演した。浜崎あゆみが6年連続で赤組トップバッター及び先行トップバッターを務めた。自身の持つトップバッター担当の通算連続記録を更新した。赤組取りに高橋マリコ、白組取り及び大取りに4年連続でスマップが起用され、 正規大取りであるスマップの歌唱後に、究極の大取りとして、北島三郎が歌唱するという史上初の試みが実施された。赤組取りを務めた高橋は、ソロ2回目の出場での異例の取り選出。高橋以外で赤組取りの候補として、各メディアで報じられたのは、この年、デビュー45周年を迎えた和田明子。この年デビュー40周年を迎えた石川さゆり。 また、番組終盤での出演が報じられていた、ドリームズカムトゥルー AKB48、生き物係りも有力候補に挙げられていた。スマップは、史上初の4年連続での白組取り担当となった。いわゆる若手から、中堅の年代では、最多の21回出場となり、スポーツ日本が有力と報じていた。北島は13回目の白組取り並びに11回目の大取りとなった。 鳥13回は、三空ひばり、五木ひろしに並び咲いた。大鳥11回は、ひばりと並び咲いた。また、今回の北島の鳥は、鳥担当者の最年長記録となっている。北島を、究極の大鳥との形を取る演出については、スマップが属するジャニーズ事務所の意向があったとの説も、あるが、同事務所社長のジャニー北川は、もう少し北島さんを立てていただきたかった。 もっと温かく対応しないと。それだけが残念ですね、と語っている。北島の大鳥起用については、曲順発表前より、各メディアで有力視されていた。高橋、スマップを正規取り、北島を究極の大鳥とする演出についても、曲順発表前に、マスコミでスクープされていた。第56回以降、9年連続で、白組歌手が大鳥を務めていたが、 これは今回でストップ。翌年の第65回、第66回は赤組歌手が大鳥を務めた。綾瀬は初の赤組司会。前回ではゲスト審査員を務めた綾瀬が赤組司会の堀北、牧と共に嵐の歌手出番の曲紹介を行う場面があった。嵐は4年連続での白組司会。これは相良直美、黒柳哲子。 中井雅宏に並び、NHK アナウンサー以外における連続での組、司会担当の最長記録となる。また、NHK アナウンサー以外が白組司会を4年連続で担当するのは、嵐が史上初。前回まではほぼ全編5人全員で進行する形だったが、今回並びに、第65回はメンバーがパートごとに分かれて進行する形が取られた。 ウド道は2年連続での総合司会。女性が単独で複数回総合司会を担当するケースは初めて。司会人に NHK の男性アナウンサーが2年以上起用されなかった事例は今回も今回が初めて。司会発表日、松本が朝1にゲスト出演。番組終盤では嵐全員が登場する一幕があった。スポーツ放がこの年8月8日付で。 綾瀬と嵐の両組司会が内定したと報道。実際選出者以外で、組司会の候補と報じられた人物としては、赤組では、中間幸恵、アン鈴木直子、小泉京子、滝川クリステル、脳年齢な、白組では、スマップ、中井正宏、井ノ原義彦がいる。綾瀬は、本番終了後、報道陣の取材に対し、自身の司会ぶりについて、 60点と語った。来年も司会やりたいとの質問には、やや考えた後に、そうですねと笑顔で意欲を見せた。さらに後日、イベント出席時に、マスコミから本紅白の感想を聞かれた綾瀬は、本番中にミスを連発したことを反省し、もし何か司会をすることがあれば、次は歌手の方が気持ちよく歌えるように、もっと練習してやりたいなと思いますと述べた。 ゲスト審査員の発表前、スポーツ日本が宮本の起用が決定、滝川、安洲、岡田の起用が内定、田中が候補に上がっていると報じた。今回は以下の箇所においてスーパーハイビジョンを用いたパブリックビューイングが開催された。視聴率は関東地区では前半36.9%、後半44.5%となり、 後半の視聴率が3年連続年間視聴率1位となった。関西地区では前半38.8%、後半が43.8%であり、関西地区での年間視聴率が半沢直樹最終回の45.5%で、破れ、関西地区の紅白の視聴率が民放ドラマに破れたのは2004年の白い巨頭以来9年ぶり2度目であった。なお、 関東地区についても、半沢直樹最終回との年間視聴率1位争いが各所で話題となった。関東地区における瞬間最高視聴率は、北島サブローカ商事の50.7%である。ありがとうございます。